てめ俺は酒飲んでブチ切れた佐野の前に来てそれ言ってみろよ言葉で目の前で1メーターの距離でやっちまうぞほんとよおいおめえコメントだからっておめえよ助かってんだからな気ぃけろよほんとよ ただのブロックで住んでんだからなリアルで目の前で 1m ぐらいでよ「佐野さん一家の富士宮の山の中に戻らないんですか?」って言ってみ「ああ?」ってなるでなんてんだってめえこの野郎っっおい左が出る いや左は封印しとかねえと、だって本気でやったら、だって多分骨折、なんか陥没骨折になるだろう。ああ。ひっくり返してお前、コンクリート舐めさせて、上からは俺で顔面上から踏んじゃうからね。殺しちゃうかなって思っちゃうから。やるときや。ああ。 あかあうなら」つって「はいブルさんさようならもうねこういうバカをね炙り出しが最高ですわうんバカが来るんすよこうやって言うとね バーカーが来んのああ常識ががない配信者が多すぎあ,あ俺の家にリア突したりとかだってみんな自分のお金の稼ぎを考えながら佐野のとこ突するよって言ったらイケイケでみんなからコインが飛んだり花火が飛んだりとかまあサイトが違ったりするから。 それだけでしょう,うん。そのためにやってるんでしょ、みんな。バカどもは。コッパーや。で、実際、配信切れよって言ったって、切られへんだから。切ってから話しようぜって言ったって。 写真切,り切れません切っつって。切れよこのやろらら、っつって。え切ったら何か,かやられるんですかとかよ。そんなん切れよっつって。切ったら普通に話してやる。いや、切れません。要するに保険なんだよ。 配信中っていうのはもう映像を使ってんのはああ綺れよお前はこの野郎ってこっちは配信してるんだよこの野郎匿名さんありがのまの決まったただサーフどうよ でもあの、そんなこと言ってもおいちゃんそんな怒んないからふ段ヒ,ヒヒヒって笑ってるだけだからうん普通にな分かるなの相手の気持ちも分かるからうん 毎回怒ってはるよ。じゃあ怒ったふりはするんだよ、お船よそれは、まあ、そう怒るふりはするけど、本気では俺怒ってねえんだっつうの。ああ。<laughs> だからもうそこ勘弁してくれよ。だって本気で怒っちゃったら俺多分捕まるまでやるぜ。 うん実際それで俺ほんとに捕まってんだからよ、うん、だから止まんなくな,なるのは分かってるからだからどっかでブレーキかけんねん、うん、だから南のお周りにも「やめとけやめとけ」とけって言われんねん,んインターネットなんかやめたらいいんじゃねえのとかまで言われたからな「いや仕事だから」っつって。 あー、まあ、うーんとか言って <laughs> だって南ではうなちゃんまんなんか有名人だから <laughs> 怒られよ、お巡りさんに怒られちゃうんだからよ でもこれはでもな、別に。あの、犯罪やってねえんであれば、うるせえよ、この野郎とか言うけど。なんか俺、捕まることやってねえだろうよ。まあそうだけど、みたいな。南でどういう有名なんですかさあね、ジョンさん。さあ。 君には有名じゃないかもしれないけど、静かにしてな、小僧。中学生は、宿題でもやっとけ、バカが。ほんとよ。はっ。何が有名なんですかだよ、お前ああ。もうちょっとよ、俺の放送よ。 なあ長聞きしてっから出てこいよ。ああ質問の仕方がパータローなんだよ、ああ、これやろ。南警察、たまになんか俺の YouTube とか見たりしてるみたいよ、うん、4カーが。うん 大体さ、俺のことをさ、なんで四花が見てんのかなとかさ、丸棒とか、もう俺完全暴力団設定になってんだよね。いやうるせえよ、じゃんこの野郎、てめえよ。じゃあ、今すぐお前、俺んとこ来いよ、この野郎、てめえよ。俺の家入れてやっからよ。てめえの面も晒してよ。ここでよ、俺ら、手っぱってやれよ、てめえのことよ。おい、こと、おい。 俺ガキや。来んだろ、おい。調子乗ってんじゃねえぞ、俺。来れんのかよ。ああクソがヤ。クソがヤ。いい中開けてやるからよ。けっぱるってやっからよ。ほんとよ。舐めてんのかよ、このガキやよ。クソがヤ。 お前インターネットでコメントだけだからってお前調子乗ってんじゃねえぞお前はいブロックでーすさよならさよーならまたアカウントでも作ってきてくださいよしょっぱいねはいあーのー もういちいちうるせえのもこいつもいらねえから。何言ってんのかな。はい、さよなら,んいらの。バカ多いでしょ。でも、少なくなったと思わないみんな。一っときより。バカが。ねえ。 ほんと場が少なかったよねうんまあこんなもんよだから入れたらうんそう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 だから海洋とかねあの連島とかもないしまあお船はもういいんだけど俺はお船だけはもう まあいつも長いこといるから俺んとこに「まあんまいいよお船は」と思ってんだけど「病人減ったねうんブロックされたらどうなんの ?iPhone ルンペンじゃあ今今入れてやるよなあったどうなるか経験してくださいはい以上です どうなんのって経験してみるじゃんああこうなんだってああ何言ってんのかなガキやこの野郎こいつもクソクソだなって思ってたからいやそう教えるのはこういうことだよあの 「ぶっこんじゃえばいいだろうどうなるんですか」って「だからこうなるよ」ってんだんね普通になんか口で説明とかよりこっちの方が早いじゃんうん何 <laughs> て言うのかなこいつってブロックされたらどうなんですかとかさ もう、パータローの発言じゃねえかよ。見れなくなるに決まってんだろうよ。んな分かってねえんだよ。帰れよ。ほんと。どこでも好きなとこ行けよ。クソはよ。マーブルありがとう、ハーフ。決まった。アザース。ハーフアザース。今日のチャンマいいだろ なんかちょっと悪そうで。なそういうあれだよなあ,あ。高ちってる <laughs> いいからそれ。それポンチューじゃねえかよ。俺シしゃぶとか食わねえからな。 ああ、うん。今日、カツラなんだね。いや、ちょっと待て。土下座。ウィックって言えよ。シャレ、おシャレウィックって言って。ね。マジで。そこね、カツラっていう言い方は、お前、もう NG 候補だよ。次、余計なこと言ったら、お前、土下座、お前、ぶち込むからな。あった ごめんなさいだろ、そこで。早く謝れ。握手しろよ。おい。ウィックでしたって言えよ。すいませんって。ああ、このや郎。握手しろよ。ああ、わかった。ドゲザーセーフティー。ネクタイも似合うのではああ、ネクタイは、まあ、する。 ゃするけど、うーん、俺さ、ハイカラーの挨拶ばっかりだから、ここ、ツーボタンとか、だから、あんまりネクタイとかしたくないんだよね。うん。はい、ひろゆきブロックでーす。さよなら。もう、もう、くだらないんで。はい、あもう、子供は帰れよ。 ゲームでもやっとけ。ゲームボーイでもやっとけよ。ほんとクソがよ何がウィークで黒ロ入ったらそれで洗うのか。もうそういうのはもう速攻入れるからね。ああ。はい。お前、刀つけてるから o s d 首な。はい。お前が首なんだよ。バカがや。ねえ。 お疲れ様です。さよなら。お疲れ様です。ゲームボーイ。まあゲームボーイじゃん。その時いいんじゃない。うん、だって大体バカなんだから、こんな。パタローだろう。うん はい、さよならもう佐野の放送には来なくていいからよその放送で遊んでくださいい、あさんいやーさすがにねバンバン今日何人ぐらいよ俺ぶっこんだ今日今日は30人ぐらいかそでも380人キープだからまあまあじゃねえの ユキチ、見てる俺の放送、ロムって。お前7人だから7人入れたら0人になっちゃうよね。マジで。ユキッちゃん、お前 NG 入れれねえもんな。 頑張ってねー、クズが。はあ、7人だってよ。7人で放送なんか配信者って言えんのかよ。やめたほうがいいよな、マジで。ほんと。ま、あとは。 どんなによ、マーゼさんがバックアップしたって、香川くんのリスナー増えないよね。50人だもんな。香川くん。頑張ってくださいよ。ね。マーゼ。 てめえもっとケツ書いてやれよお前。大したことねえなお前も見るべえがねえんだよ加賀あたりに乗っかってよ佐野だろよ乗るんだったらよ。あそこ違うんだよ。んでゆいがなんかによ一回アクセスしてよ。なんでゆいがに蹴っ払われてんじゃねえか。 甘いんだよお前はよおい金持っていくかもしんねえけど甘いマジ甘ーいうーうんボンボンはよなそんなもんだよお金り取ってくれよ いいねマジ、ま、おじさんうんあの人結構ずれてんだよねやっぱ佐野じゃねえの俺だったらいいのになって思うけどまあ今大阪佐野グループはガチッと固まってっから いいんだ,けどね、だから俺だってこの間の罰金50万だってよチャラにしてんだからよ。なあ江口だってお前俺におまい。